で一番注意してほしいところは、絶対緩まないテイクバックのポジションを自分の中で決めておくことです。何ヤードでもいいんですけど、自分の中でこの高さに上げてしっかり振った時には何ヤード飛ぶっていう基準がサンドウェッジの中でも3種類ぐらいあるとすごい楽になるので、これは距離感を合わせていくのにすごい有効かなと思います。皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日はサンドウェッジをうまく使いこなすアプローチの仕方をご紹介したいと思います。いろいろなアプローチ打ち方あると思うんですけど、一番おすすめやっぱり転がしですね。サンドウェッジではなくて52度だったりピッチング9番とかっていうような転がしを使う方が一番リスクは低いので転がしをおすすめするんですけど、プロって結構サンドウェッジをいろんな打ち方したりとか距離使い分けて打っていくと思うので、今日はサンドウェッジをですね、距離別に私の打ち方をご紹介します。ではまず私の場合、サンドウェッジは5ヤード10ヤードとかそこから始まって最高ですね75ヤードまで打っているので、内訳をどうしているのかご説明していきたいと思います。アドレス幅はつま先幅ではなくてかかと幅でご説明していくので、まず5ヤード10ヤードグリーン周りはほとんど開かなかったり、まあ開いてもボール一つとかこの辺を見ていただいて、短い幅こそアドレスの幅も狭くしていきます。これはやっぱりスイング自体が小さいので体重移動をせずに打点を一定するためにアドレスの幅は狭くします。そしてさらに体重は左足にかけて、ほとんど右足は浮くぐらいでもいいぐらいな感じで9割1割9、1ぐらいで私は体重をかけています。グリップの握る位置はこれもすごい短く握っています。まあ長く自分のそのまんまの姿勢で打ちたいっていう人は中間ぐらいですかね、握ってもいいと思いますけど、長すぎるのは良くないです。結構ダフってしまったりするミスが出てくるので、アドレス幅小さくしっかり短く持って、左足体重をキープしたまま体重移動せず9割1割その中でスイングしていきます。でスイングの幅は時計の針でいうと5時7時ぐらいの幅で、もうほんと極小ですね。一番自分の中では小さいスイングを体重移動なしでやっていきます。次に20ヤード30ヤード長くなってくると若干広げていきます。足1足分ぐらいから、まあ、30ヤードになってくるともう少し開いてきます。これは体重移動が必要っていうわけではなくて、スイングを幅がだんだん広くなってくるところで上げやすくするために私は広げてます。なので体重はまだ20ヤード30ヤードの時も私は左がメインです。8-2ぐらいにしときますかね。8-2ぐらいで構えて、握る位置はまたこれも短く握ってます。で一番嫌な距離が30ヤードから40ヤードぐらいなんですけど、これも人それぞれですけど、私は30ヤード40ヤードすごい不得意です。これやっぱスイングの中でも曖昧な幅でですね、振り上げて振り下ろさなきゃいけないのですごく難しいです。50ヤードになってくると自分の肩から肩っていう一つの基準があるので、しっかり肩から肩のスイングをしていけばいいんですけど、で一番注意してほしいところは、絶対緩まないテイクバックのポジションを自分の中で決めておくことです。例えば25ヤードを打ちたい時には20ヤードのテイクバックの振り幅を持ってしっかり振り抜いてフォローを取っていくようなイメージを持っています。だから30ヤードを打つときは25ヤードぐらいの振り幅っていう気持ちでしっかり振っていく。少しずつテイクバックを小さいイメージを持ってしっかり振っていくのを心がけてます。そして体重は少し幅広になった分、右左って移動しやすいですけど、アプローチの場合は体重移動してしまうと戻りきれなかった場合ダフってしまったり、戻りすぎた場合トップしてしまったりっていうところがあるので、私は肩幅
よりも下の時は体重移動はしていません。肩幅を超えてくると、まあ、足幅も通常のスイングぐらいでも、それでもピッチングぐらいまでは通常よりも狭い、肩幅よりも内側になるように回転を一番意識したいので、なるべく幅を狭くして体重移動せずに打っていっています。じゃあ実際に短いアプローチから50ヤードぐらいのアプローチまで3種類ほど打ってみたいと思います。まずは10ヤード、アドレス幅は狭く、ここの距離もですね、普通のアドレスよりもやっぱり近くなっていきます。ソール面は全部アプローチの場合はつけているので、その分近くなります。でアプローチの場合、アップライトにしすぎるとざっくりしてしまったりとか、そういうミスが出てくるので、短いアプローチはなるべく立てた方が優しいです。で短く握って、左足9割小さい幅、次に20ヤードぐらいのイメージですね。5ヤード10ヤードほど短くは握らないんですけど、それでも1インチ残すぐらいで握って、少し足幅広くして、体重はやはり左にしっかりかけています。でスイング中体重移動はせず、肩の回転をすごい意識して、20ヤードキャリーの25ヤードぐらいですね。次に50ヤード、私が一番50ヤード残しっていうのをよくするんですけど、絶対的にこう肩から肩っていう自分の基準があるので打ちやすいです。こちらもグリップは 1.5 インチぐらいなのかな、残して、それでもやっぱ通常時に比べるとすごい短く握ってます。で足幅は肩幅の内側ぐらい、体重は50ヤード肩ぐらいになってくると6-4ぐらいですね。センターではないし、かけすぎてもないので、若干左が多いぐらいの体重配分で、肩から肩幅で、でこのように何ヤードでもいいんですけど、自分の中でこの高さに上げてしっかり振った時には何ヤード飛ぶっていう基準がサンドウェッジの中でも3種類ぐらいあるとすごい楽になるので、これは距離感を合わせていくのにすごい有効かなと思います。